こんにちは、原田純です。暑かったり雷だったり大雨だったり大変な天候ですが、皆さんお元気でお過ごしですか？今日はちょっと私と泌尿器科医の関口由紀先生と熊本美香さんで時々飲み会をやっているんですけれども、実はそれをメンバー専用生配信しました。それの少し切り抜きをご覧いただきたいと思います。全部で本当は1時間以上あるので、それを全部ご覧になりたい方はぜひメンバー登録をしてください。メンバー登録の仕方は概要欄をご覧ください。他では聞けない話だと思います。どうぞお聞きください。こんにちは。こんにちは。生配信3回目今日はお客様がおいでくださいました。関口由紀先生とよろしくお願いします。日本で一番泌尿器科医として有名な女医さんです。そうですね。で、熊本美香さん、男性ホルモンとかそういうのが専門で、男性ホルモン専門家、はい、医療ライターをやってます。はい、一緒に3人で 何冊か本を作らせていただきました。じゃあ今日もすでにかなり酔っ払っているので今日何皆さん乾杯します。はい、そうだね。はい、いいのかな、うん、はい、じゃあ、はい、これスイカのカクテルです。乾杯。正すことはもう現代医学なんかもう全然できるのよね、うんうん、それね、全然分かってないよ、うん、男の人、うん、だってさ、医者行かないのよ。だから立たなくなると俺はもう終わりだとか思って、うん、そうね、うん、立たせることはできる。なかなかね、射精障害の問題だよね、うん、だから別にどうでもいいじゃん、女子にとっては、うん、相手が射精しようがどうしようが自分の問題ではないから、うん、立たせることはできるんだよ。射精だんだん年取るとみんなほとんどの人が射精障害になってくるから、うんうん、だからもう射精障害はもう病気じゃないとぐらい思ってもらって。それさ、女性が濡れないのと同じ、うん、まあ同じかな、原理が同じかどうかわかんないんだけど、うん、もうだから射精ができなくても、うん、もうだから勃起はできる。勃起はできる、うん、勃起できるし、うん、でも男の人が一番望んでるのは勃起することなんだからさ、違うのかな。で、女子も楽しませて、うん、男子もだからその勃起しないと、うん、射精できなくなると男子ってセックスやめちゃう人が多いんだよね。そう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 、うん、みんなすっごいだからさ、すっごい自信がないからさ。でもね、射精しなくても頑張ってセックスしてると女子と同じ脳域ができる可能性が出てくるんだよ。はここを超えた男子たちが素晴らしい。それちょっと力説しようか。そう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 、もう射精できなくてもする、それが大事。そう、そうすると皆さん聞いてますか。そうすると次の世界に行けるわけよ。男子も女子と同じようなところに行ける。へ、うん、じゃあそれは、うん、女子がオーガズムを感じなくても脳域できるってこと？あ、そう、僕は、ね、あ、なるほど。じゃあ、女子と同じような、うん、脳域っていうのはオーガズムだから、うん、と2割イコールの言葉だから、うん、だから男子も射精じゃないオーガズムを感じられる。あ、そうか。そうそうそう、女は射精しなくてもオーガズムあんだもんね。そうそうそう、うん、そこまで頑張るっていうか、だから射精できなくなったらやめるっていうのは、だから私が前もみんなに言ったんだけど、その男子は射精が好きなだけであってセックスが好きじゃないわけよ。ああ、そうか、射精できなくなったらセックスをやめるような男子はセックスは好きではない、うんうんうん、射精できなくてもセックスを続けるっていう人たちが本当のセックスが好きな男子で、この人たちと女子は付き合うべきなんだよね。なるほど。ああ、それだわ。そうそうそう、だからさ、結局射精にこだわったり、うん、勃起にこだわったりするのってさ、うん、そういう男たちってさ、自分とセックスしてるんだと思うのよ、私。その、うん、女を喜ばせるためじゃなくて、俺は男だっていうことを確認したくてやってるわけじゃん。
そうそう、だから射精、勃起できなくなって射精できなくなると男じゃないと思っちゃうでしょ。そう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 。でそれで自信なくなって、そうそうそう、うちにこもって65歳で死んじゃうの。それがそれはダメなのよ。それはダメなんだよね。うん、ああ、それだよ。だからやっぱ男は弱いよね、本当に。本当に弱いなと思う。そこを超えて、うん、超えて、もう射精できない。まあ、勃起は医学的にできるので、うん、もういろんなことやっても勃起の医学っていうのがすごい発達してるから、うん、どんなことをしても立たせられるわけよ。ねえ、それそのさ、勃起の医学がさすごい進んだのはさ、うん、結局その男の願望が強いからってこと。まあそうかな。だって女性のあのオーガズムに至れないってことは全然医学的に研究されてないでしょ。そんなこともないと思うけどね。いや、そんなことない、研究されてるよ。本当？ただ、まあ、女子のオーガズムは今進んでるよ。うん、男子はもうだから、うん、もうそれまではだからあの PD5 っていうさ、バイアグラとかシアリスとか、うんうんうん、ああいうのが起きる前までは、うん、本当に辛い医学だったんだけど、うん、あれが出てもうすごい8割の人はあれでまず出すっていう時代になったわけ。うん、それでダメな人たちがホルモン注射したり、うん、あのペニスに注射したり、あとはほら陰圧式勃起のジョグっていうので立てたりっていう、まあ、いろんなことをやって、まあ、どんなことをやって立たせたいという人たちに関してはかなりいける。そうだから男はさ、ほとんどそういう医学やってる。男はさ、とにかく立てたいっていうさ、欲望がすごくあると思う。ね、そうじゃないんじゃない。だから本当だから、その性機能やっていう男子の医者っていうのがさ、超みんなマニアックで、うん、絶対立たせるみたいな、すごい変っていうか、まあ、そのなんていうのかな、面白い人たちがいるけど、でも本当に頑張るから、もうなんとかいけるようにはなるわけ。立たせるだけだったらね。うん、でも結局、勃起って交感神経優位じゃないとしにくいから、なんか立たなきゃ、立てなきゃ、立てなきゃって思うほどさ、ないそうだよね。いや、そうなんじゃない、もう、そうじゃない、だからほら、薬で、もうさ、ほら、あの、不妊症がさ、自然妊娠を超えて、もう人工的に子供ができるように、勃起も別にそんな交感神経とか副交感神経とかリラックスとかじゃなく、とりあえず立てることは全然できる。なるほどね。医学的にはね。なるほど。うん、それいいの悪いの？いいのか。みんな悩んでんだから、ね、ニーズに合わせて、うん、その人たちがもう立たせたいって言うんだったら、もう立たせ、皆さんいかがでしたか。お医者さんじゃなければわからないような聞けない話、関口先生は大胆にいろいろお話しくださるので面白かったと思います。繰り返しになりますが、前編ご覧になりたい方はメンバー登録をしてください。メンバー登録の仕方は概要欄をご覧ください。関口先生はこれからも時々ご参加くださるそうですので、よろしくお願いします。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。